作者の端末ギャラクシーノート10プラスやから10王妃が、どうもどうも、やっとのコサプレイできて大歓喜の作者です。ミリアやで。さあて今回はマリオ不在の東京オリンピックや、リアルじゃ1年延期されたけど先に体験するんじゃい。しっかしプレイする間もなく緊急メンテはビビリ散らすわ。運営さんお疲れやで。でも開始されたからには楽しむで。ってことで右2つガン無視で行くぜ。セガーじゃないのな。変わったの。アメージングセガに。ということでやってまいりました。ソニックアット東京2020オリンピック。うわ、早すぎん。確かに早すぎた。なんか早速出てきたな。そりゃ作者テイクワンのチュートリアルでやらかして撮り直したからな。テイルスくん可愛いのな。うん、それは全然同意。東京だ。リアル作者は中学の修学旅行へ行けてねー。そして安定のかっこよさを誇るソニックへ。じゃあソニックさん。やたらと主張激しいな。その次へ進む。突然のチュートリアル、これマジでビビり散らした。まあやろか。長押しして。離す。ダメ、細けえな。右手の指全部使ってるんだー。クリコインフォーザードーン。そして突然のダウンロード。自宅には Wi-Fi 飛んでるから問題などない。おもちゃをだ。カットしたわ。長すぎる。しっかしテイルスくん結構恐ろしや。うわやべえ。曲が神。浅草か。しっかし安定の神曲排出率ですな、ソニックシリーズ。そういや、新国立競技場って東京のどこにあるんやったっけ。忘れてんのかよ。いつもはマリオさんたちもいたけど今回は不在です。しかし備え来ると世界観が結構謎に包まれてんね。あー、相変わらずのソニックさん。そこは気にしたらあかんぜ。次はハードル層やな。もうとうにこういう記録作ってる人すごいよな。あっちゅう間に埋まるもんな。とりあえず遊び方見よか。スタートとラストスパートはさっきの 100m 走と同じやな。ハードルはタップで飛ぶだけ。キャラはまあソニックくらいやろな。いつでも行けるぜ。そのうち増えることを願おう。オールスターって聞いてるもん。押すの早くね。早かった。あっ、遅かった。ラインがある。乙女はいくつかやったことある。そう。これ。よくよく見たらなかなか加速していくんよね。難しいんだわ、これが。入るんだー。横に出てやりやがった。まあ安定の走行フォームですな。そういうもんですねん。そして1位とな。スペシャルアクションはそこで入手か。まあ関係なかったわ。トゥイージー楽勝だぜ。これは本当に楽勝だった。次は次回かな。せやな。続くかどうかは知らんけど、ご視聴ありがとうございました。